こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。前橋競輪場で行われている G1、ともしと新の杯。えー、明日は、えー、準決勝3個レースで行われます。はい、えー、こちらですね。この、1レース、10レースはですね、 えー、岩手の佐藤の番手の小松崎が、えー、抜け出して本命と見ております、えー。非常に相手は絞りきれないですね。十一レースは一番準決勝の中で難しいです。一応えー、っと数な佐藤慎太郎の北日本とですね。 柴崎淳、浅井の中部の2面作戦なんですけどもちろんあの山,山口を清水もいますからね非常に難解だと思います12レースそう思い切っていく選手がいないんで最後的には地元の木暮れ連れてる平原が一気に、えー、行ってしまって、えー、どちらかというと木暮れの指し目 を押したいいと思いますはいまず10レースですね準決勝戦ご覧の9人ですねはいえー、切れ全部細切れ戦です、えー、実質5分戦短期が5番の坂口ですよねそして松浦がですね え前で戦うか短期という可能性もあったんですが結局原田は番手を回ることになりましたこれが果たしてどう働くか原田が積極的に行く可能性が高まるのかまあ高まるんですけど積極的に行くのかどうかっていうとこですよね副長気配の三谷もいます でもやっぱり軍事がなんか力つけてますね。まあ、後ろ、モのはしを警戒しないといけないっていうのはちょっと仕掛けを遅くする可能性になるかと思います。えー、先攻はですね、えー、岩手の佐藤だと思っております。佐藤の番手に小松崎。この3番手を誰が取るかですね。 坂口が最初からここを決め打ちしてれば坂口ですしそうでなければまあ三谷が前々攻めていって三谷かもしれないですけど、ま、軍事も好意取りに行けそうな流れですし結局原田が後方に置かれてあんまり積極的に行けなくなるんじゃないかな。 と思いますで三谷がある程度早めに行くんじゃないかなと思って一応うんと佐藤小松崎に坂口まあここに軍もしくは軍事じゃないかなと思っておりますまあ三谷かもしれないですね先行する覚悟で行ったらまあどちらにしましても行くのはですこれ佐藤だと思うんで小松崎は えー、引きつけながら番手から出る出てという競争なので私の本命は、えー、佐藤番手の小松崎ですで相手側をど,どうするか誰が3番手取るのかというところでも悩むんですよね。なんでただ三谷が結構副調気配というのもある。軍事は相変わらず安定している。 安定してるのかな、まあ、一番点数持ってますし、うん、そして坂口が3番でつければ坂口逆転まであるんじゃないかなと思うんで,で松浦はやっぱりハダーの動きがマイナスに働く可能性っていうのもあるがあるんじゃないかなと思うんですよね。それをいってハーーダメな時に ハがある程度押し上げてくれたいんですけどダメな時に自力でどこまでいけるか結構このレース松浦危ないんじゃないかなと思いますで、えー、軍事の仕掛け方次第では諸橋にもチャンスがあるということでまあ、佐藤が頑張って小松崎小松崎準決勝は悪くないですからねうん 人気はないですけど、ここ思い切って、えー、狙ってみたいと思います。続いて11レースですね。これが、えー、難しい、えー。バック回数、一番持っているのがカズナリなんですよね。カズナリ、最近、企画的、積極的に行こうとしてますね。かま,あまあ、抑え先行というわけじゃないんですけど、かまして出るという。 早めのまくりで出るっていう流れは非常に多いと思います。ここを短期は六番車宿口ですね。宿口も比較的えー、っと。まあまくり先行タイプなんですけど。えー、っと、ここはまあ短期ということで。まあ、非常に。誰が行くのか難解ですね。渡辺も最近、渡辺裕太も積極的。 積極性を失って逆に渡辺和也の方が積極的になってきているあと浅井を連れてる柴崎もどう動くかっていうところもありますよねそれからですね清水と山田はそれぞれ短期なのかなと思ったんですけどまあ清水も自力で行けたり、えー、逃げの決まりであったりしますからねでも山田は清水に任せることにしたということで まあ清水の先手取るかなとも、えー。とも基本的にはこのレース確かに清水あのローズステークスだったかなは結構思い切っていってその番手の松浦が勝利した。 勝利貢献したんですけど、まあ、準決勝、果たしてある程度早いペースでいけるのか、まあ、後ろが瀬戸内だったらそうなんですけど山田ですからね援護はそんなに期待できないとなると結構、まあ、清水自体地足タイプですけど残りたいような仕掛け方をするんじゃないかなと思います。なので結局は最近 積極的な渡辺一成や浅井を連れてる柴崎があのそのスプリント力の中にいってしまうんじゃないかなと。で、えー、やっぱりこういうスプリント戦となると強いのは渡辺一成だと思います。えー、っと二面作戦って書いてますが7117佐藤慎太郎言いますからね7117が本戦まあ17を抑えでいいと思います。このレあの レースは2九球には、えー、と柴崎の押し切りもいると思いますこれにあのー、和成とかまあ柴崎浅井辺りから清水をどう絡めていくかに実際になるかと思いますねあとまあ 部優太ちょっと狙いすぎかな悪くはないんですけどね今場所ひとまず非常に難しいんであんまり力を入れずに単純にこの2面で考えずにいきたいと思いますもちろん清水も怖いんですけどね最後、えー、12レースですね えー、こちらは平原、村上、中川うんですね。この辺が出てきますね。で、こちらもバック回数が一番多いのが平原なんですよね。他が少ない。ってことは他、他和田辺りが行こうとしても、そんなに積極的には。 行こううととでできななないいんんじゃないかなと思うんですもちろん村上は最近成功やってないですしね中川があまり流しすぎると中川誠一郎がそ園な匠連れていく展開もあるかもしれないですけどうん中川はそこまで積極的な競争できるかなということで一度は和田が先頭に立って。 もしくは村上が先頭に立って流す,流すところを牽制し合うところを結局は平原、やっぱり地元を着ぐれ連れてますからね3着に残ればいいやあのということで1着でなくてもいいやここは準決勝の走りすればいいやってことでいっちゃうと思うんです。レレーーススのの中ではこのレースが一番あの 狙いどころのあるレースだと思います、えー、木暮れの指し目の方を重視したいと思います村上とか和田松松谷、中川で3着争いになるんじゃないかなと思いますねソーダも要注意ですね準決勝のソーダもただやはり 平原があのタイミングで一気に行って、ええー、騎が騎連と豪勝負騎連を差し目じゃない差し目が重視じゃないかなと思いまして、まあこのレース一番準決勝でおすすめしたいと思います。はい、以上ええー、とモシトシンの、はい、準決勝の予想をお送りいたしました。いかがだったでしょうか。ぜひ。 チャンネル登録高評価お願いいたします今チャンネル登録者数は1000人を目指しておりますブログツイッターやっております説明欄にアドレス記載しますよろしければ見てくださいこの動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されますお時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います果たして友人新能杯決勝戦にこぼす目は誰になるんでしょうか ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。